ああ,あ皆さんこんにちはまあ何か小屋暮らしのこととかあと自分のふと思ったこととかをねこう何かこう発信できないかなと思ってでまあただブログに書いて発信するブログに書いたりとかあとツイッターで発信するっていうのもあるんだけどもちょっと違う形で発信したいなと思って思いついたのがまあ 音声を取るということなんですけども、まあ、ちょっと試験的に、まあ、俺の思ったこと、ラジオ的なのをちょっと始めてみようと思います。<laughs> まあ第1回目なんですけども、何を話そうかなと思って、ああ、そういえば、まあ今月の電気代が届いたなと、ということでね、まあ第1回目は電気代についてちょっと話そうと思います。まあ今月の電気代、 1048、まあ、円なんですけども <laughs>、まあ、9月の電気代なんですよで去年の9月の電気代は確か,確か500円ぐらいだったと思うんですよ去年500円で今年1000円もう2倍近くまで跳ね上がってるんだけども、まあ、これはなぜかというと、まあ、今年の夏からあの冷蔵庫を導入したんですよ 今までね、冷蔵庫を使ってなかったから、500円っていう驚異的な値段でね、電気代収めることができたんだけども、さすがにね、あの、今年の夏は冷たい飲み物も飲みたいな、ということでね、冷蔵庫導入しました。うん。でもね、あの、冷蔵庫導入したらさすがに、まあ、2000円ぐらいにはなるんじゃないかな、と懸念してたけども、まあ、1048円で収まったんだ。 8月30日から9月29日までの電気代1048円。これ、まあ、ずっと冷蔵庫稼働させっぱなしで1048円ね。なかなか安くないですかね。<laughs> まあ僕ね、あの、5アンペア契約でね、えー、契約してるんですよ。東京電力5アンペア契約。 まあ大体その東京電力のホームページを見るとあのプラン案内みたいなページがあってで10アンペアから、えー、契約できますよっていう感じで書いてるんですよでも僕が契約してるアンペアは5アンペアとまあ知る人ぞ知る隠れプランみたいな感じですよね小屋暮らしするからにはやっぱりなんていうのかな その節約した生活というか、その、まあ、小屋暮らし始めた動機がね、生活費を抑えて、で、まあ、楽しく生活できないかなっていうことで、まあ、始めたんですよ。で、まあ、小屋に住むと、やっぱり家賃もかかんないから生活費が抑えられるって、他に抑えられるところはないかなと思って、いろいろ探した結果、こう東京電力で実は隠れプランの5アンペアがあるぞと。 でこれあの最低料金が231円で,で 7kW まで、ね、あの無料で使えるんですよ、7kW を超えるとどんどん料金が加算されていくっていうねそういういシステムだからあれこれこもしかして1ヶ月1ヶ月の電気代を 7kW 以内に収めれば最低料金231円で <laughs> やり過ごせるんじゃないかと思って、まあ、ちょっとドケチ根性で、ね、5アンペアを契約したんですよ。 ま、さすがにね、あのー、7kW で収まるのは、まあ、実家に帰ってる時とか、まあ、全くその電気を使ってない時なんだけどね。やっぱん、でもね、それでも、7kW に収まらん、まあ、でもやっぱ元のね、あのー、基本、最低料金が安いからさ、あの、ガンガン電気を使ったとしても、500円以内で収まってたんだよ。で、さらに、冷蔵庫を導入しても、 1000円ぐらいで収まると。これもうなかなかコスパいいですよね。うん、5アンペア。確かね、あの、地元の電気屋さんに、あの、ね、あの電柱に電気を引いてもらったんですけども、あ、地元の電気屋さんにね、あの、電気を引いてもらったんですけども、その、電気屋さんが持ってきたね、 東,東京電力に申請する紙を見たらね、なんか自動販売機扱いで申請されてたんだよね。一般住宅電源じゃないんだって。<laughs> うちは自動、自動販売扱いで契約してるんだと。っていうことは自動販売機は、あの5アンペア契約で契約してるのかなと。自動販売機ので電気、電気契約の形態がね。なるほどなと。まあ、そんな感じですね。 本当知る人ぞ知る契約ですよね。5アンペア。<laughs> 以上です。<laughs> いや、すまんすまん。ちょっと、うん、話が広げ、話を広げるのが難しいな。なんかラジオの、よくね、僕寝るときなんかにね、あの、よく、ラジオを、 あの、YouTube でラジオの、ポッドキャストなんかを聞いて寝るんだけども、ラジオの DJ なんか空でスラスラ喋るからすげえなって、いざ自分でラジオ撮ったらさ、あのー、話の展開のさ,させ方がわからないね。<laughs> どうしたものかな。バカぜ踏めば、うまくなっていくもんなんですかね。何喋ろう。<laughs> まあ、とりあえずご案、今日、今日の、 えー、今日皆さんに伝えたいこと。5アンペア契約最強だよと。今月の電気代1048円でしたということですね。<laughs> すいません。第1回目ラジオなんで、あのー、これで多めに見ておいてください。まあなんか、これからもね、なんか思ったこととか、感じたこととか、こうあったら、 ちょこちょこ上げていこうかなと思います。こういうのばかず踏めば踏むほどね、あの、うまくなっていくと思うんで。うん。まあ、小屋暮らしのことに限らず、自分の趣味とかもね、どんどん発信していきたいなと思うんで、よろしくお願いします。